安田守は、日本の政治家、臨床検査技師。京都府向市長。京都府議会議員や向市議会議員を歴任した。京都府向市もずめ町出身。向市立、第2校用小学校、お特に中学校事務組合律、第4号特に中学校、京都府立桂高等学校卒業。1989年3月。 藤田学園保健衛生大学衛生学部卒業。同年4月、大阪医科大学附属病院に就職。2003年3月、日本大学大学院を修了。同年4月、附属病院を退職。同年7月20日に行われた、無こう市議会議員選挙に出馬し初当選。2007年3月、市議を辞任。同年4月8日に行われた、 京都府議会議員選挙に自由民主党公認で出馬し、初当選した。4月30日、府議に就任。2011年の府議選で2期目の当選。2015年4月26日に行われた、向こう市長選挙に無所属で出馬し、初当選した。4月30日、市長就任。2015年7月、京都劇から商店街特別顧問に就任。 2019年、共産党推薦の新人を破り再選。ありがとうございます。